ワイルドでいこう。さあ皆様こんばんは。こんばんは。ここからは佐藤敦のワイルドでいこうでお楽しみいただきたいと思います。はいよ。2週目なんで。ゲットライト、ゲットライト、佐藤敦のワイルドでいこう。いやアシェーカさんの皆さんに、はい、1年ぶりでしたね。でもね、1年前に、そうだね、あ、そうだね、オーバードーズ、はい、オーバードーズの名古屋の時、名古屋の時です。また、今年は札幌、なんか6月に、ね、予定されてるということされてるらしいので。さあ、そして、毎月第2週目といえば、はい、スーパーブラッドのリョウさんに、はい、コーナーをお願いしてますが、なんと今回はリョウさんも、この当日皆さんにお声をそれぞれまた違う形でいただいてますんで、当日の盛大な盛り上がり方が僕らがお邪魔したとはまた違う雰囲気の楽屋が分かるんじゃないかなと思いますんで、それが今回のコーナーなのね。そうなんです。今回のコーナーなのね。なんで内容はほぼ同じ状態ですけど今回はコーナーを取る時間がなかったというわけじゃなくそれを狙ってたってことですね。で、はい、僕らは僕らでコメントとかね、お写真いただいたりとかしつつも、りょうさんはりょうさんで別行動でずっとコーナーを、うん、はい、いただいておられましたんで、はい、それを今回はまとめさせていただいて、はい、マジカルシティロッカーズということにしたいと思います。いきましょうか、はい、じゃありょうさんのコーナーいきましょう。どうぞ。スーパーブラッドりょうのマジカルシティロッカーズ、今週もよろしくどうぞ。スーパーサウンフィーバースモーキーサウンフィーバーステージサウンフィーバープリティトゥナイト。スーパーブラッドレオのマジカルシティロッカーズ、今日はエレクトリックレディランドで、リアル完全再現ツアーヴァンパイア8周年に来ております。今日はスーパーボーカリストスーパーブラッドのリュウのコメントをもらうぜ。イエーイ。どうもスーパーブラッドのリュウです。楽しんでますか皆さん。リョウさんのねラジオ僕もいつも楽しみに聞いてます。どんなテンションでやってるのかと思ったらこんなテンションでやってます、まあ、テンションだけは高い全然伝わんないと思う伝わんない今回は名古屋特集ということで、僕も名古屋にはすごい縁があって、もう昔本当ガキンチョの頃はパンクロック一辺倒で、今池のハックフィンとか、まあ大きいところで言うとクアトロとかでもやらせてもらったりとか、もういわゆる名古屋の大先輩スタークラブの、兄さんにお世話になった土地でありまして、すごい遊園はあるんですけども、こうやってまたスーパーブロッドで何度も帰ってこれてとても嬉しいです。最近結構名古屋来てるよね。はい、もう暑いよね。はい、暑いです。本当にもうセンタージャパンの日本のへそだから、日本のへそなんで、はい、なのでまた、名古屋帰ってきたいと思うんでね。そうだね、はい、皆さんたくさん CD 買ってください、買ってください、応援よろしくですお願いしますということで、ね、そのロックの名古屋にヨンヘレンがやってきたぜ。俺もバンヘレン大好きだぜ。バンヘレンといえば薩摩3042 イエーイ。さあ、その薩摩さん登場です。今日はいかがでしたか。今日は最高でした。ありがとうございました。今日本当にやれて、またレジェンドのスーパーブラッドさんやアッシェーカーさんと一緒にできて、本当に幸せな時間ありがとうございました。薩摩さんのエディー愛がもう爆発してましたね。はい、ありがとうございます。本当に本当にいると、はい、はい、私も嬉しいです。もう音楽は本当こうやって引き継がれてくることによって、はい、エディーの曲は永遠になるんで、はい、エディーの曲は死なないという、ね、そう、エディーは死なないということですね、はいはい、そうです、はい。なんでまた明日も大阪よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします、はい、ということで薩摩さんでした。イエーイ。みんな YouTube 登録してくれよな。ありがとう。いやー、ヨンヘレンのスーパーボーカリスト、はい、俺は A さんでも芸名は何ですか。エイゼリローシェー。こんにちは。今日はライブいかがでしたか。今日は名古屋に来れて非常に興奮しております。明日また大阪で頑張りますんで、これからも応援よろしくお願いいたします。あ、そしてハードロックバーヴァンパイア8周年おめでとうございます。
お互いに頑張ろうぜ。イエーイ。 A さんもロックバーやってますよね、はい、大阪市住吉区長井の5番出口の駅でロックバーロックアゴーゴーやっております。よろしかったら皆さん、ちょっと怪しい店なんで。はい、怪しいよ、うん、ぜひ皆さん飲んだくれに行ってください。はい、よろしくお願いします。ありがとう、ありがとう。今日はなんと佐藤敦史本人が来てます。イエーイ、佐藤敦史のワイルドレイゴー。今日どうでした？あのまだイベント途中ですけど。いやいやいや、まだ終わってないです。まだ終わってないですけど、いい感じですか？早く見に行かないと。終わってないから。いやでも最初のね、四平連からすごかったですね。だって仕事忘れて見てたもんね。そうですね。本当あのスーパーブラッドさんのコメントを取りに行かなきゃいけなかったんですけど。そうだよ、ずっと見てたよ。四平連さんずっと見てた。ランちゃんいかがでしたか？そう、今言ったんだけど、はい、仕事じゃんって言ったけど、ずっとね見ちゃいました。そう、そんぐらい暑かったですよね。そう、だからまたぜひ名古屋にもお待ちしてます。名古屋でまた名古屋盛り上げていきましょう。っていうかもう日本全国佐藤敦史のワイルドで行こう。いやいやいや、盛り上げていきましょう、全国区に。そのうち FM 東京ジャックしたりとかあるといいですね。はい、頑張りましょう。ということで、なんと名古屋といえばこの人を呼ばないわけにはいかない、キルトのタケさんの登場です。イエーイ、降臨です。りょうちゃんからご紹介で今日遊びに来ています。あ、そんなね、恐縮。本当は今日すごい大手の街があって、そのボクシングが見たかったんだけど、まあ、ああしてか、スワブラッド、四平連、ね、もうすごく楽しい、はい、うん、俺もタケさんに会えてすごく嬉しいです。今度タケさんと一緒に札幌ですね。6月 ?18、19でね、うん、2デーズすごいよね。2デーズすごいですね、うん、フィルトはやっぱセットリストちょっと変えてきますか？もちろん。2日間来ないと聞けない曲ありますね。ひょっとしたらなんか他の楽器が入るかもしれないね、はい、おお、すごい。さすが。じゃあそのスペシャルも楽しみに。See you next in 札幌で、イエーイ。ということで、今エレクトリックレディーランドでライブが終わったばっかしのスーパーブラッドのマトウチさんにコメントいただきます。イエーイ、マトウチ、イエーイ、This is マトウチ。はい、でですね、今日も熱いライブをお客さんの数だけあるという照明に照らされながら最高のライブをやりました。まあ毎度毎度ね、名古屋はあの最高なんですけども、私にとってはね、第二の故郷というか、アンセムというバンドで初めてツアーした時に大歓迎を受けたのが、このエルでしたね。はい、そんな感じで、本当に毎回毎回来るのが楽しみなんですが、今日もまた大歓迎を受けまして、よかったですね。よかったですね。はい、今日は上では松さんの大親友の方が、大親友のひいせくんがやってますが、はい、ライブをやられていて、そんな感じで、もう建物に、ね、明日あたり建物にひび入ってるんじゃないかと思いますけども、はい、そんな感じでまたよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。マトウチさんでした。イエーイ、ワムロー。スーパーブラッドのギタリスト岡弘さんのコメントをいただきます。岡弘です。どうもどうも。さっきライブが終わったばっかりで、いや名古屋最高。もうね、街自体が大好きだし、もう俺の大好きな革ジャンの店もあるし、好きな古着屋さんもいっぱいあるしね、もう名古屋来るの毎回楽しみです。ありがとうございます。また戻ってきたいですね。りょうくん頼むよ、またブッキングしてよ。はい、またあのしげさんのところに戻ってきたいと思います。やっぱここがいいよね。やっぱ L を中心に L 最高ロックが回ってると思います。名古屋ロケンロー、はい、ロックロール。はい、スーパーロック2022 in 名古屋、いかがだったでしょうか。アッシェイカーのリアルというアルバムはファンの中でとても人気のあるアルバムで、来年アッシェイカーは40周年になります。その前に上昇気流を作るために僭越ながら微力ながら、盛り上げたくて今回無理を言って企画していただきました。本当無理を聞いていただけたアッシェイカーのメンバーの皆さんには感謝いたします。そしてサブタイトル、ハードロックバーバンパイア森口市にあります。8周年おめでとうございます。もう本当ね、大阪でライブができるようになったのは森口市バンパイアの姉さんのおかげで、いろんな方を紹介してもらってライブができるようになりました。とても大きいイベントもやることができました。そして名古屋です。スーパーブラッドエレクトリックレディーランドで1年のうちに2回も今回イベントをやることができました。本当にありがとうございます。名古屋も来るたびに、応援してくれるお仲間が増えて、このミッド FM の佐藤敦史さんもそうですけど、
本当にワイルドな方で、いつも助けていただいてます。名古屋でもこうやって積み重ねていくたびに、あといつもお世話になってるランちゃんもそうですけどね、お仲間が増えてきて、さらにこれから楽しいことができるんじゃないかなというふうに楽しみにしてます。ということで、本当はねタイの、バンコク編を今月お話しする予定でしたが、急遽、せっかく名古屋に来るんだったらマジカルシティは名古屋だろうということで、今回名古屋編、名古屋本当日本のへそ、ロックのへそ、本当最高な場所です。これからも、私たちは東京ですけどね、スーパーブラッドは、でも名古屋もちょくちょく遊びに伺わせていただきたいというふうに思っております。名古屋の皆さん、その時はぜひまた遊びに来てください。応援よろしくお願いします。スーパーブラッド、リョウでした。マジカルシティロッカーズ、これからもよろしくね。さあ、今月もマジカルシティロッカーズありがとうございました。リョウさん、はい、いつもお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。当日の盛り上がり感がすごかったですね。俺これ聞いて、ね、初めて聞いたんで。じゃあ僕撮ってるところちょっと拝見してたんですけど、すごいなと思いつつ、うわーって言いながら、うわーってやってましたね。うん、そうそうそう、はい。あのいろんな方が登場されてましたね。はい、まあ、もちろんバンパイア森口にある、大阪森口にあるバンパイアさんの周年だったっていうことももちろんあるんですけども、はい、同じロックバーといいますかね、キルトの竹さんもご登場いただきまして、はいはい、ワンエイドカフェさんも、はい、ついこの間16周年、僕らもね伺えてないんでね、そうだよ、お邪魔したいなと思って。怒ってたよ。怒ってたよ竹さん、お邪魔します、うん、ということで、ねね、ワイドさん、あ、シンさんもねよく行かれてるよね、ワイドさんね、はい、ライブもされてますし、シンくんはもうね、はい、結構行ってるから毎月のように行かれてないですね、うん、すごい、俺たち、はい、行かないと、はい、岩田とあっちゃんは来てないぞってすいません、近々もうさ、はい、合わせてじゃなくて俺唐突に行くわまあね、予定合わないから、まあ、確かに、ね、なかなか、うん、そうしようか、うん、お互い勝手に行けというね、うん、岡崎のワンエドカフェさんにもまたお邪魔したいなと思いますんで、はい、皆さんもぜひね行かれるといいかなと思います、はい、それからヒーセさん、イエモンのヒーセさんも、はい、まあ、ちょうどエルさんの上でフィッツオールさんで、フィッツオールさんでヒーセさんのライブがあって、はい、でちょうど どっちもライブが終わった瞬間あたりにヒーセさんが楽屋に降りていらっしゃったんですよね。そうですね、そうですね、うわーっていう盛り上がりになって、はいはい、皆さん盛り上がってらっしゃいましたけど、はい、僕もご挨拶させていただきまして、これもランちゃんのおかげですね、はい、ありがとうございます。お久しぶりにお会いしてですね、はい、大丈夫かって言われました大丈夫っすって。ヒースさん、僕初めてお会いさせていただきましたけど、はい、こうなんかこうニコニコして楽しげな方だったじゃないですか、はい、なんかいろんな動物の話、ちょっとあんまり言うとあれですけど動物の話とかされてたんで、はい、こんな楽しげな方なんだなと思いつつ、はい、降りてこられた瞬間に皆さんテンション上がって見えたので、はいはい、こういう方なんだなと思いつつ、はい、お写真もね撮っていただいたんでありがとうございました。僕も久しぶりで、元気か元気か、はい元気っす、改めてご連絡しますってランちゃんね、はい、言わせてもらってましたんで、はい、はい、改めて連絡させていただきます。またご連絡して、はい、ま、ヒーセさんとも仲良くできたらいいなと、コメントもいただけたらいいなと。そうですね、はい、まあ、こうしてね名古屋もライブいらっしゃるってことですからね、またぜひお世話になりたいなと思います、はい、そして、AG リーロスさんでいいんですかね、デビッドリーロスならの AG リーロスでいいと思うんですけど、はい、竹さんのワンエイドカフェとか、それが森口のバンパイアさんに並んでバンヘイレンをやられていた4ヘイレンのボーカリストさん、はいはい、ロックバーを大阪でやられている住吉区の長い公園の東側にあるところなんですけど、はい、ロックは55です。そうなんですよ、僕お名刺いただいたんですけど、はい、僕もいただきましたね、ロックバーロックア55、はい、これロサンゼルスにあるウィスキーア55のウイスキーをロックに変えた感じなんで、大阪行ったらね、ちょっとぜひここも怪しげなところらしいんでどう怪しいんだろうバンパイアさんもお邪魔したいんですけど、うん、このロックア55さんも怪しいらしいからね、勝手なイメージですけど、うん、ウイスキーア55みたいな感じでコーナーの角にお店があって、うん、でウイスキーア55のロゴっぽくロックア55って書いてあると面白いみたいな。あ、まあ、じゃあ今度行ってみようかね、はい、ぜひ大阪行った時にはお入りしますんで、はい、またその時よろしくお願いします。お願いします。ということで、はい、今回は
タイのバンコク編ならぬ、まあ、名古屋編をやっていただいたということで、タイのバンコク編は次回楽しみということで、コーナーをこの辺で終わっといていいですかね、はい、いいです、まあ、楽しげな一日を過ごさせていただいて皆さんありがとうございました。ありがとうございました。そしてですね、もう間もなくエンディングなんですけど、はい、ここでランちゃんからお知らせが、はい、そう、てかまあお知らせというか僕は後輩なんで、はい。